様、お待たせをいたしました。第3部最後の演目となりました。ご覧いただきますのは、島根県よりお越しいただきました石見神楽東京社中の皆様によります、石見神楽オロチでございます。日本神話を題材に、独特の哀愁あふれる笛の音、活気あふれる太鼓林に合わせて金糸銀糸を織り込んだ豪華絢爛な衣装と表情豊かな面を身につけて舞う石見神楽は、島根県西部の石見地方に古くから伝わる伝統芸能でございます。昔より地域の娯楽として秋祭り、祭礼の前夜祭として演じられてきましたが、現在では年間を通じて石見各地で石見神楽を見ることができるようになりました。演目は厳かな雰囲気の中で神様をお迎えする儀式舞や古事記や日本書紀を題材にした能舞など合わせて約30種類にも上り、受け継ぐ団体は現在130を超えるほどあります。本日出演されます石見神楽東京社中は、2011年首都圏在住の石見神楽経験者を中心に結成、幅広い世代のメンバーで郷土芸能石見神楽の伝承に取り組んでいます。年間30回ほどの奉納上演をはじめ、神楽ワークショップの企画提案など多様な活動を通じて石見に息づく伝統文化の魅力を発信していきます。それでは石見神楽東京社中の皆様、よろしくお願い申し上げます。どうぞ大きな拍手お寄せくださいませ。
可能の見事なり。さてもこのところにあなたのオロチスの呼ばなし。わぐさの頃に取りて屋敷よりの敷き酒をばかもし並べておろしで来るを待つなり。おろちで来たりて酒飲みよい藤たるとに自ら吐かせる剣を持ってずたずたに退治せんこと花心にもおえあり。力は急ぎ六種のよい大場いたすべし。Thank you.
町を切り従えて雨は社に寒みへ進んで静まりへ東京社中の皆様ありがとうございました。どうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。